入ってもいいですか。はい、お入りください。失礼します。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はインテージラヒモハンマティモンです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして、私はインテージラヒモハンマティモンです。今22歳です。バングラデシュ人です。コツバザンのペクワニから来ました。私は高校卒業しました。私はサンジャパニステンディングセンターで5級合格しました。私の趣味はフォトグラフィーです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたは、なぜ日本に留学したいですか。勉強しに行きたいです。あなたはなぜ日本に留学したいですか。日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとても多いです。日本の学の学費他の国より安いですから、日本の勉強したいです。はい、わかりました。あなたのご出身はどこですか。コツバザンのペクワです。ペクワですね。はい、わかりました。あなたは、今何をされてるんですか。学生、日本語学生です。はい、わかりました。あなたはどこで日本語を勉強されてるんですか。サンジャパニステンディングセンターで日本語を勉強しました。はい、サンジャパニストレーニングセンターはどこにありますか。ダッカのモハンマッポンにあります。その学校のシャソ先生の名前を教えてください。アブドルハンナン先生です。先生ですね、わかりました。日本語を始めたのはいつですか。去年の3月からです。3月からです。あなたはどのくらい日本語を勉強しましたか。6ヶ月日本語を勉強しました。あなたはいつ高校卒業しましたか。2021年の高校卒業しました。はい、わかりました。あなたは毎日どのくらい日本語を勉強しますか。2時間半ぐらい日本語を勉強しました。勉強しますね。日本語のクラスは何時から何時までですか。10時から12時半まで日本語勉強しました。はい、わかりました。あなたは1週間に何回クラスをしますか。3回クラス。3回クラスをしますね。はい、わかりました。あなたは今何歳ですか。22歳です。22歳ですね。生年月日を教えてください。2002年の3月の4日です。4日ですね。はい、わかりました。あなたは、なぜ日本へ行きたいですか。勉強しに来てです。はい、わかりました。日本に行ったら日本大学で何を勉強したいですか。 IT に勉強したいです。 IT を勉強したいです。はい、わかりました。日本の大学を卒業したら何をしたいですか。国へ帰って会社で働きたいです。はい、わかりました。どんな会社で働きたいですか。 IT の会社で働きたいです。働きたいですね。わかりました。バングラデシュの首都の名前は何ですか。ダッカです。ダッカですね。ダッカはどんな町ですか。賑やかな町です。わかりました。ダッカで何が綺麗ですか。ミシとモスクが綺麗です。はい、わかりました。日本に行ったらどこ行ってみたいですか。京都へ行きたいです。京都でお寺を神社を見たいです。はい、わかりました。日本でどこに住みたいですか。学校の寮より住みたいです。はい、わかりました。学校のお金払いましたか。はい、払いました。はい、わかりました。あなたの留学するのお金出す人は誰ですか。父です。父ですね。お父さんの仕事は何ですか。商売をしています。Okay。あなたのお父さんはどんな商売をされてるんですか。エレクトロニクス and ハードワーツ商売をしています。どこで商売をしていますか。ペコア、コツバザンのペコアです。わかりました。日本に友達や親戚がいますか。いいえ。いや、いません。いません。日本でより食べたことがありますか。いいえ。いいえ、食べたことがありません。日本に行ったことがありますか。いいえ、ありません。はい、日本のビザ申請したことがありますか。いいえ、ありません。ありません。あなたは週末何をしますか。友達に会います。友達に会いますね。わかりました。あなたは暇な時何をしますか。映画を見たり本を読んだり友達に会います。友達に会いますね。はい、わかりました。日本で学校はどちらですか。岡山ビジネスコレッジです。その学校はどこにありますか。岡山にあります。日本の総理大臣の名前は何ですか。文雄岸田様です。日本の旗の色は何ですか。白いと赤いです。Okay。 バングラデシュの首相の名前は何ですか。ギャシャカジナ様です。はい、バングラデシュの旗の色は何ですか。緑と赤いです。日本はどんな国ですか。安全な国です。安全な国。バングラデシュはどんな国ですか。賑やかな国です。Yes。 はい、面接が以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。